どうも、ゲドウです。本当は、なんですか、さくらを卒業してきた身としてですね、やるべきじゃなかったのかもしれませんけど、ついつい金に目がかかってやってしまいました。よろしくお願いします。はい、ぜひ立っていかないとこの熱気には勝てない。先生、登場の瞬間にもう持っていくじゃないですか、会場を。そうですか。もう私、裏側なんで。赤堀ワールドになってます。とんでもない、とんでもない。よろしくお願いします。ありがとうございます。そう、ひょうがないですね。ね、もうさくらやってる時にね、アメリカ一緒に行ったりとかね。随分ぶりですね。お互い何をやってるかあんまりわからなかったっていう。昔やってればそんな変わんないですね。ああ、そうですね。多少ちょっとね、体型変わりましたね。頭もだいぶ薄くなりましたね。今日はね、このお二人をちょっとお迎えして、トークショーということでね、進めていきたいと思うんですけれども、今回の特典はまたいつもとちょっと違った特典ということで。特典っていうか、なんていうか、なんで、なんかグリコを見てるのかな。いやいやいや。仮面ライダースナックってみんなわかるかどうかしないけど、カードがあっちだよ、こっちがスナックよ、みんなそのカードが欲しくて、お金持ちの子はもうちょっとこっち来たら。今回ね、本当にファイブのちょっと短編を書いてくれというお話をいただきまして、まあ最初はもう今さらという感じで言ったんですけど、このギャラでやりますよ、いくらでもやりますよってやったんですよ。やっぱりね、ファイブの久しぶりなんで、キャラは覚えてたんです。でも、まず一人称、はい、なんだっけって言うと、あと、進次郎のことなんて呼んだっけっていう、あと、リカが、の語尾が、YouTube で見てる、わーっと混ざった。何々なのだ、何々なのだ、違う、リカどうだったっけなーみたいなので、ちょっと混ざったっていう。まあね、ちゃんとやりましたよね、私。読みましたわ。なかなか、久しぶりだって思い出すのに苦労しましたけど、なんとか、覚えてましたね。まあ、苦労させられたんでね。作品に対してそれぞれ6作品の書き下ろし作品をですね、作っていただいたんですが、スムーズだったり難航した部分だったりとか。いや、ネタはすぐできたんですけど。あ、本当ですか。キャラクターの主義主張コミカルなところを引っ張り出せばいいんですけど、まあ確かにスバルとか難しかったんですけど、これリカは食い物だしすぐ剣抜きたがりだとか書きやすかったですね、キャラクター。さすが俺、さくらは基本的に分かりやすい、これをやったんで非常にキャラも作りやすかったですね。こういうのはどうだ、こういうプランはどうだ、ってなった時、俺関係ないなってちょっと少し思いながらも、それがこう実現するとやっぱりそのなかなか動いてなかったところが動いたっていうか、そういうのがすごい嬉しくてですね、みんな生きてたなって感覚がね、あるのが良かったけど、僕はここでこういう風にやらせてもらってるのはどうも孤独感がなかなかあるのでね、そういうのから少し他の人も少し頭を突っ込んでくれたとか。いや、もう若い世代に任せたんでね、あまりじじいが出てきたらいかんだけど全く動かなかった山が少し動いたっていう感覚があって、少し動いたんだったら動くんじゃないかっていうね、夢を見たいって頑張ってます。あとあれですよね、この会場で少しこの見本が置いてあって、皆さん多分プラカってご覧になられた方もいらっしゃると思うんですけど、実は松原先生の欄のところが空になっていて、言われてますね。書かなきゃいけないみたいな。私も後書き全員分書けって言われたから、それ無理だって言ったんで、頭とケツはみんな同じ部署です。あ、なるほど。真ん中だけ入れ替えてもらって、全部は書けないですよね、変な話、全部書いて無理無理みたいな。いや、一応ね、相対的なのを書いたんだけど、落ちただけで。実際にお手元に届くには、そこに松原先生のコメントが入って、なんかでね、生み出された今回のこの作品。あ、堀先生どうですか、このご覧いただいて新作。いや、本当にね、いや、イラストレーターとかやった方がいいよ。地道にやってるわけですよ。天才の仕事ですよね。もうこれも紙でいきます。デジタルじゃなく。そう。実は6つ揃えていただくと、なんとスペシャルボックス。箱。しっかりと入る。全部が入る。どっかに1枚ぐらい入る。さあ、それではちょっとあっという間でございまして、読書の終了のお時間が。あ、本当だ。はい。どうでしょう。ちょっと今日本当に暑い中お集まりいただいたので、最後のメッセージということで。本当に暑い中ですね、皆さん。よく来てくださいました。私はまだまだ元気で、相変わらずスケベなことしか考えておりませんので、これからも皆様のお目汚しになると思いますが、
一応80まで作家をやろうと思ってますので、まあ、皆さんよかったらどっかで見てやってください。ありがとうございました。僕いつもね、僕がいないときはその声の方の ね、うん、あのイベントもあったりするんですけど、うん、僕としては自分しか見えてないので、ね、その僕だけが何かやってるような気分になっちゃってたけど、うん、今回はちょっと嬉しいなと思ってます。本当、皆さん頑張ってください。今後にちょっと続いていくように関係者の皆様よろしくお願いいたします。ということで、一度電車トークショーはこちらで終了とさせていただきます。本日お越しいただきました、はい、作家の赤堀悟先生、そして松原秀信先生でした。どうもありがとうございました。さっきの話しないと。あ、なんだっけ。あのね、進次郎。もともと大河進次郎君は3の主人公、やっぱり花組の主人公だったのを、ちょっとドリームキャストが出てくるのね。じゃあやるぞって、新しいキャラクターで、新しい、ね、女の子たちで、また新たな恋愛が始まるんだわーってやったら、いろいろな事情があって、荒木宏さんが来てですね、あのビルの5階の会議室ですね、帰ってきて、やっぱ、前のキャラは全部出すわ。だから、主人公を大上一郎にするわ。僕ね、あの、結構冷静な自分だったと思うんですよ。なんだこれは、パリまで行って浮気してるじゃねえかよって思った方、こういう事情だったんですよ。進次郎君がもともとは主役でしたね。まあ、でもね、あのゲームですんで、主人公のキャラクターがほとんど出ないですよね。主人公はだって皆さんですから、うん、まあ、それでなんとかなって、私もあの書き直すことができたんですけど、まあ、あの時の怒りは全然分かってません。何十年前の、もう全然前ですね。僕はあの5で、今でも覚えてるんですけど、いろいろな部分で追い詰められてるなってやって、摩天楼にバキューンっていう予告編的に使うやつとかあったんですよね。セガさんとか他のメンバーは全員摩天楼にバキューンが嫌だって言ったんですよ。もっと違う、もっとかっこいいやつにしたいって。僕はさくらどっか抜けてるとかそういう部分がないとダメなんだから、摩天楼にバキューンだってどうしても変えたいって言われて、分かりましたと、もう一案出しましょうって言って、摩天楼でバキューン、マテンローにバキュンかマテンローでバキュンなどっちかで、この2択しかない。もちろんこれがやったら俺は降りるって言ったら、もうなんとかなりました。やったで、時々マテンローでバキュンだったかマテンローにバキュンだったか僕は忘れるんで